それ俺ちゃうな、ホイケンタやろ。そっちか、はよ言え。ちょっと待って。どうもホイケンタです、よろしくお願いします。そうですね、カラオケでうまく歌うっていうのは、例えばその音程バーとか意識して、あの採点でいい点取る場合はそのテクニックとかね、音程バーがすごく重要で、機械が喜ぶ歌い方をしてあげるのがいいんですね。あと人の前で歌うときはやっぱり感情を込めたり抑揚をつけたりして歌ったり、モノマネの場合はいろいろこう誇張して笑いも混ぜながら歌ったりとか、いろんな歌い方がありますよね。パチンコはね、結構歴史が古いというか、高校卒業したぐらいの時にアルバイト先の同級生が一緒にパチンコ行こうって言ってくれて、で行ったのが初めてのパチンコで、すごく球が出てもう楽しくなっちゃって、もうよく行ってましたよね、若い頃はね。ほんでたまたま見つけた、あのなんか37のゴールドのテレホンカードがあって、まあテレホンカードってその当時はね当たり前でしたから、それを大事にお守り代わりに財布に忍ばしてよく打ってましたね。今でも多分家にしまってあると思います。山陽さんというとね、もうそのさんまさんじゃないですけども、お魚の台が有名ですから、昔は僕ギンギラパラダイスというね台があって、権利ものだったと思うんですけども、2回権利3回権利というのがあってよく打ってましたから、その流れで海物語ができて、それもよく打ってましたね。はいはい。俺もね、海物語はよう打ったわ。何しろマリンちゃんタイプやから。ただ言いたいのは、あんだけ魚が出てきて、なんでサンマがいないっちゅう話やな。ちゃんと今度は入れてほしいね。そや、今日な、だから歌を、どれ歌いますかって言われた時にはな、って見た時に、どこにも阿弥陀ババアの歌がなかったからね。歌ってみたら、マリンちゃんの歌があったんで、あ、これやなと思って、ほんだ、ホイケンタもこれやったら歌えるやろってことで選んだみたいで。もう行く？もっと喋ってもいいけど、もう行くの？行こうか。これつけた方がいいの？ちょっと待ってね。これでいいかな。じゃあちょっと真剣にいきましょうか。輝くマリンルル、やっと出会ったサマータイム、ミラクルマリンパラ、せーので飛び込もう。ゴーゴーレッツゴーシーストーリー、太陽さんさん裸足で駆け出して行こう、ビーチへ常夏冒険見つけに行こう、海のワンダーラン、みんな歌えばイルカがジャンプ、カニとタコのダンス、スペシャルな夢を描こう。輝くマリンベル、やっと出会ったサマータイム、ミラクルマリンパワー、せーので飛び込もう。 Go go let's go sea story、 海底探検泳いで一緒に遊びに行こうよ、笑顔が何よりのたった一つの宝物だよ。シャチの背中にサンゴのトンネル、クラゲのリズム、始まる夢のステージ、きらめくマリンスノー、みんな一緒にエブリデイ、スペシャルサマーショー、せーので始めよう。どう？なかなかいいやろ？この後まだまだ歌続くからちゃんと聞いてや、頼むで。ゴーゴー、輝くマリンブルー、やっと出会ったサマータイム、
が来るマリンパワーせーので飛び込もう。スレッドマリンブルー水平線の彼方までミラクルマリンパワーせーので飛び込もう。よかったやろね、さよさんね。今度はサンマとマリンちゃんの恋をテーマにした題を出していただいて、歌はホイケンタでお願いします。え、どういうこと？しょいこと。あっ